はい、皆さんこんにちは、くるです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。ということで今回は正面に映っております15センチのキューブ水槽、これですね。こちらを使ってとある熱帯魚を飼育するためのアクアリウムを作っていこうと思います。15センチキューブ、これですね。レイアウトしていこうと思うんですけど、皆さんのご自宅どうでしょうか？素材めちゃくちゃ余ってませんか？僕の家はですね、家はというか部屋には素材がめちゃくちゃ余ってます。使わないなっていうような流木とか石とか、これ丸すぎてちょっと不自然だなっていうのでずっと使ってないようなやつだったり、コルクもそんな使わないなっていうようなコルク、でかすぎる枝流木、あとは超細かい枝流木、こんな感じ。素材がありすぎると、とはいえなかなか使えないなっていうのが正直なところなんですよね。なのでね、これらを組み合わせてそれなりにかっこいいレイアウト素材を作っていこうと思います。なのでまず今回は素材を作るっていうところですね。はい、そんな動画です。ということでやっていきましょう。素材、いらなくなった素材たちと接着剤、これね使いますね。紙旗の接着剤プラスですね、ここに書かれてるこれ補助剤ではなく100均で買ったコットン、多分100均、これで量が手に入りますし安いのでね、これおすすめです。いつも使ってます。ただね、色が白いんでね目立つっていうところがありますが、そこもねしっかり考えてありますので、で今回使うのが15センチキューブと、それ専用に作ってるライトですね。ここの高さスペースが7センチありますので、少し飛び出てるくらいのアクアテラリウム的な感じになるかもしれませんけど、そんな感じで作っていこうと思います。今回流木メインで使うんですけど、浮いてしまうと思うので、重りとしてこのまん丸い魔鉱石、シャームの魔鉱石、これ使おうと思います。土台として使います。あとはね、もうこれノコギリで切ったようなどうしようもない流木たち、まずはこれでやっていこうと思います。正面から見るとだいたいこう、下はねソイルとか砂で埋まるんで石はちょっと隠れます。本当はね段ボールとかで作って15センチキューブ角を、それで正面だけないような形にしたらとってもやりやすいんですけど、はい、しっかりと煙が出て硬化しましたね。このようについています。じゃあこれを軸としてここから付け足していこうと思います。白いのが見えるのは最後にうまいことね処理します。これもね細すぎてなんか使い勝手が悪い流木ですよ。はい、ひたすらコルクの表面を剥がしていきます。表面こんな感じでこうか、これね。はい、コルク割りましたが、15センチキューブなんで使える量はこのくらいだと思います。よし、これらを組み合わせていきます。よし、流木折りました。さっきの枝の方、15センチキューブってなかなかね、この中に素材をいろいろ入れてしまうと熱帯魚が泳ぐスペースがなくなってしまうと思うので、下と上だけでレイアウトを組んで、あとはちょっと水草を植えて、でほとんどはちゃんと泳げるようなスペースを作ろうと思います。なので中間は開けます。そして今極力やってるのが、この接着する部分っていうのをここに一点に集中してます。こんな感じで一点に集中してます。
ちの方が後での処理が楽になるので、それでしっかり固定されてます。もちろんここね持ったらバキッといくんですけど、こんな感じで全部ついてきます。まあ、こんなにくっついてたら十分だと思います。そんな力が加わるものでもないんでね。ちょっとねフィルターを入れるのを忘れてたんで一旦取ります。はい、完全に忘れてました、フィルターね。裏に入れようと思ってたんですけど、水草を植えるところも考えつつ、やっぱね奥は若干高さをつけます。なので根っこの部分もちょっと高い位置に持ってますね、奥の方が。もういいね、こんな感じでもう組めばいいんじゃないかな。もう一個ねいらない石があるんでそれを入れてみます。乗せてやってみましょうか。光の当たりが違うんで影の出来方も違うかもしれない。どうだ見えますか。まあ、大体ね、大体のところに貼り付けていきます。こうするか。さあ、まあラストの流木としてこうしましょう。もうちょっと上に欲しかったんですけど、最後に白いコットンの部分を隠していくんですけど、僕の場合はここに細かい土、今回はモデリングソイルをまぶしていきます。例えばここですね、ここあるんですけど、ちょっと見づらいな、本当に見づらいな。パラパラっとまぶしていきます。まぶしてそこに接着剤を垂らすと、もうそのモデリングソイルごと固まりますので、ここですね、もう見えなくなります。あとはこことか、これとこれね。はい、ここ見えなくなりました。次こっちですね。はい、こんな感じで隠れました。はい、というふうに、まあ、今回は黒色が良かったんでモデリングソイル使いましたけど、赤茶とかなら赤玉土砕いたものでもいいと思います。浮かないか心配ですけど多分大丈夫でしょう。はい、ということで完成しました。小枝もね結局1本しか使えなかったですね。15キューブはスペースが狭い。はい、こんな感じですね。15センチよりは出てます。7センチ分しっかり出てますね。これで、まあ、水は2センチくらい下かなまで入れるんで、若干ここがねアクアテラ部分がここら辺もできるかな。
そこで水上用と水中用の、まあ、両方を使っていきたいなとは思ってます。はい、しっかりと、まあ、接着をして、その上からさらにモデリングソイルを、まあ、まぶして、さらに接着剤をつけるというような形で、まあ、二重で接着しているわけです。これでコットン部分は完全に見えなくなっているので、まあ、違和感はないかなと思います。はい、とはいえ横から見た時のこのつながりっていうのは結構雑な感じがあるんで、ここはもう水草を植えて見えなくします。うん、こんな感じです。はいはい、ということでいらない流木と石とコルクを使って一つのレイアウト素材として作ってみました。まあもういらない流木とかね、石とかコルクあると思いますので、それで組み合わせてレイアウト素材を作るのもなかなか楽しいと思います。やっぱね、接着なんで好きな方向に向けて固定ができるんですよね、これとか。そこがなかなか魅力的ですよね。ではね、まあ、皆さんもよかったらチャレンジしてみてください。では次回は水草植栽したり、あとはもしかしたら熱帯魚を入れるっていう流れになるかもしれません。はい、そちらを楽しみにお願いします。ではもしよかったらチャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。ではこれで終わります。ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。